バチュカ。バチュカ、あるいはバーチュカ、セルビア語、ハンガリー語、クロアチア語、ブニエバツ語、スロバキア語、パンノニアルシン語、ドイツ語は、中央ヨーロッパパンノニア平原の一角を占める地域の名称であり、大部分は、セルビアとハンガリーの領土となっている。その領域は、西のドナウ川と東のティサ川に挟まれ、両者が合流する、キテる、付近が南端となる。 バチュカ地方の大半は、セルビア領のボイボギナジ治州に属している。その州と、ノビサドは、ドナウ川の両岸にまたがっており、サガン地区、ノビサド区は、バチュカ地方、ウガン地区、ペトルバラディン区は、スレム地方に含まれる。また、バチュカ地方の北部は、ハンガリー領のバーチキシクン県に属している。バチュカ地方に含まれるドナウ川サガンの一部の無人の土地は、 セルビアとクロアチアが領土競争中であり、旧ユゴスラビア和平委員会調停委員会、バダンテール調停委員会の意見では、クロアー領とされたが、セルビアが実行支配している。バチュカは典型的なスラブ語の地名であり、この地にあった歴史上の町、バチュに属する土地を意味する設備地をつけたものである。同様の語尾を持った地名は、クロアチア、ハーバツカ、 ポーランド、ポルスカのように、スラブ語圏では、一般的に見られるものである。バチュの語源は不明であり、中世のブラフ人、スラブ人及び、マジャール人の文献に記録されている。バチュの語源については古代バルカン書語、ルーマニア語、スラブ語、テュールク書語などの説がある。この地域を表す呼称は、バチュ上の定理によって使われ始めたものであり、バチュの語源は、 コトゥルク語ののババヤ、バヤに由来すするるる。ではないかとする説がある歴史上、バチュカ地方は、ダキア、ヤジゲ王国、フン帝国、ゲピド王国、アバールカガン国、第一次ブルガリア帝国、モラビア王国、ハンガリー王国、ヨバンネなどの公国、オスマン帝国、ハプスブルク君主国、オーストリア帝国、オーストリアイコールハンガリー帝国、セルビア王国、 セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国、ユーゴスラビア王国、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ユーゴスラビア連邦共和国、セルビアモンテネグロ、そして2006年からは独立国となったセルビアに属してきた。また、バチュカ北部の一部は1921年にバラニャ、イコールバヤ共和国の一部となり、同年中にハンガリーの一部となった。 バチュカには新石器時代より人が居住していた。インドヨーロッパ五族に属する民族集団は、紀元前4200年、同3300年、同2800年の3回の流入によって、バチュカに定着した。この地の最古の住民は、イルリア人に属する部族であったと考えられている。後に、ダキア人やケルト人、サルマタイ人、ヤジゲ族、 ゲピド族がこの地に住んでいたことが記されている。現代のセルビア人の祖先にあたる、スラブ人の一派がバチュカに移住したのは6世紀から7世紀、ごろにかけてであり、その後スラブ人たちはバルカン半島各地へと進出していった。9世紀には、バチュカは第一次ブルガリア帝国の一部となり、ブルガリアのボイボーダ・サランがこの地を支配し、彼の広告の首都は、 ティテルに置かれた。十世紀初頭には、サランの公国は、ハンガリーの支配下となった。十一世紀、中世ハンガリー王国の統治下で、バチェンシス兼、バクセンシスが置かれ、バチュ、がその兼都に定められた。記録上最古のバチェンシスの知事は千七十四年のビド、ビドというスラブの名前を持った人物であった。この時代、バチュカには、スラブ人も、マジャル人も居住していた。 セルビアの歴史家、ミレンコ・パリッチによると、ビドは他の二人のセルビア人、イリア、リア及びラドバン、ロドボンと共に、11世紀末のハンガリー王国における継承を争いに加わったと言われている。1526年にハンガリー王国がオスマン帝国に敗北すると、バチュカは1527年までの間、現在のボイボリナ一帯を占める、 セルビア人の独立国の一部となった。この国を統治したのはヨバンネなどであり、首都はスボディツァに置かれた。ヨバンネなどが殺害されると彼の公国は崩壊し、バチュカは一時的にハンガリーの支配下となったが、すぐにオスマン帝国の所領となった。オスマン帝国の統治下、16世紀から17世紀では、バチュカはセグディン三弱。 県の一部とされた。セゲリン県ではセルビア人が住民の絶対多数を占め、その他にイスラム教徒などがいた。1699年、バチュカはハプスブルク君主国の所領となった。バチュカ地方の西部にバチェンシス県が設置され、その他の地域は軍政国境地帯のティサムレシュクダに編入された。1751年にこの地域で、 軍政国境地帯が廃止されると、同地帯に属していた、バチュカ東部もバチェンシス県に編入された。その後もバチュカ地方の一部、シャイカシカは、軍政国境地帯の一部とされていたが、1873年には、同地域も民政移管された。オーストリア帝国による1715年から1720年の国勢調査によると、この地域の住民の大部分、 97.6%はセルビア人、ブニエバツ人、諸葛人によって占められ、1715年がこれらの民族に属していた。住民のうちハンガリー人、マジャール人は1.9%に当たる530人、ドイツ人は0.5%に過ぎなかった。長く続いたオスマン帝国との戦争の中に疲弊し、人口密度の低い地域であったが、18世紀に、 ハプスブルク帝国はこの地域への植民を強化した。かつてこの地に住んでいたイスラム教徒はほぼすべてがオスマン帝国領へ脱出するか追放され、バチュカには残っていなかった。新たにこの地に入植した住民の多くはオスマン帝国領から移住してきたセルビア人やマジャル人、ドイツ人などであった。ドイツ人の多くはシュバーベン地方から移住したため、彼らはドナウシュバーベン人。 と呼ばれた。一部のドイツ人は、オーストリア、バイエルン、アルザスなどからも移住した。ルーテル教会に属する、スロバキア人や、ルシン人なども入植したが、その規模は、セルビア人などよりもずっと少なかった。1751年まで軍政国境地帯に属していた、東部地域からもセルビア人が流入した。軍政国境地帯の内サイコールムレッシュカンクが、 廃止されると、この地域へもバチュカ北東部からセルビア人が移住した。セルビア人はこの他に、ロシア帝国、特に新セルビア及びスラブセルビアや、その後も、軍政国境地帯の一部であったバナトへも移住している。1848年から1849年にかけて、バチュカは、オーストリア帝国内の自治領、セルビアボイボディナの一部となり、 1849年から1860年までは、セルビア・ボイボディナ及びタミシュナと、という独自のオーストリア皇帝俗領となった。同皇国の公用語はドイツ語とイルリア語、セルビア・クロアチア語とされた。1860年に帝国がオーストリアイコールハンガリー帝国に改祖されると、セルビア・ボイボディナ及びタミシュバなどは廃止され、バチュカは帝国の構成体である。 ハンガリー王国の一部となった。1910年の国勢調査によると、バチュカの人口は70万4563人であり、うち43.2%、31万490人はハンガリー語和社。28.1%は南スラブ諸語、セルビアクロアチア語の和社。22.5%はドイツ語の和社であった。しかし、スラブ語と、 ハンガリー語の両方が話せる。ユダヤ人はハンガリー語話者として記録されているため、地域の民族構成は、言語話者構成とは異なっている。第一次世界大戦中の1918年10月末、オーストリアイコールハンガリー帝国は解体され、同年11月3日に正式に降伏した。バナトバチュカおよびバラニャのスラブ人は独自の地域行政組織を立ち上、人民防護隊、 という独自の軍事組織を結成した。新しい地域行政組織は、ノビサドにあるセルビア人評議会と、その下部組織である地域住民の評議会によって構成された。セルビア人評議会の軍事組織は、ノビサド空港に自前の航空機を保有した。11月18日から24日にかけて行われた選挙の後、バナトバチュカ及びバラニャのセルビア人、 ブニエバツ人およその他スラブ人大人民評議会が11月25日に召集され、これらの地域のセルビア王国への変入を宣言した。バナトバチュカおよびバラニアの新しい行政機構も設立された。ベオグラードのセルビア政府は評議会による宣言を受け入れたものの、地域の行政機構の存在を認めることはなかった。最終的にバナトバチュカおよびバラニアの地域政府は、 1919年3月12日に最後の評議会が閉会するまで存続した。1918年12月1日、セルビア王国は、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国と統合され、セルビア人、クロアチア人、スロバキア人王国となった。新しい王国の主権は1919 19年のサンジェルマン条約で承認された。 1920年6月4日のトリアノン条約では、独立国となったハンガリー王国とセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国の正確国境が確定された。これにより、バチュカ地方の北部は、ハンガリーのバーチ・ボドログ県の一部となり、バヤ、バハがその県ととなった。同県は後に、バーチ・キシクン県へと編入された。バチカ地方のこの他の領域は、セルビア人、 クロアチア人、スロベニア人王国、あとのユーゴスラビア王国の一部となった。ユーゴスラビア領のバチュカは1918年から1922年までは同盟の県、1922年から1929年までは州、オブラストとなり、1929年にドナウ州に編入された。1820年から1910年までに、 バチュカのハンガリー語話者の数は12万1688人31.5%から36万3518人44.75%まで増大した。同じ期間で南スラブ人の数は1820年の44%から1910年の27%にまで減少している。1921年の国勢調査では 1910年と比べてハンガリー語話者の数は4万人減少している。特にスボティザではこの傾向が顕著であり、1910年の国勢調査では55,587人のハンガリー語話者と33,247人のブニエバツ語話者が記録されていたが、1921年には6700人の セルビア・クロアチア語話者と26,750人のハンガリー語話者が記録されている。これは、スボティザに多数が住んでいたブニエバツ人のうち、ハンガリー語の知識があるものが1910年の調査ではハンガリー語話者として記録されたことによる。1921年から1931年に、 かけて、バチュカ地方のハンガリー語話者数は26万998人から26万8711人に拡大した。この間に、スラブ人の数は9万1800人の増加があった。第二次世界大戦中の1941年、ユーゴスラビア領のバチュカ地方は、数軸国によって占領され、ホルティミクローシュ率いるハンガリーに併合された。 この占領に先立つ1931年の国勢調査では、ユーゴスラビア領場中カには78万4896人が住み、うち28万4865人がユーゴスラビア人、セルビア人、クロアチア人、ブニエバツ人、諸葛人など、26万8711人がハンガリー人、16万9858人が ドイツ人であった。ハンガリー人の占領当局は地域から大規模にセルビア人を排除し他の中央ヨーロッパ地域からハンガリーを入植させた。1941年にハンガリーによって実施された国勢調査では民族構成は大幅に変わっていた。それによるとバチュカの住民は78万9705人であり、 うち45.4%あるいは47.2%は、ハンガリー語は者、ただし、ハンガリー語を母語としない者も,も含まれるであった。占領下において、ハンガリーは2万人のセルビア人、ユダヤ人、ロマを殺害した。1944年に、第二次世界大戦が終わり、数軸国による占領が終焉すると、ユーゴスラビア民主連邦共和国が成立し、かつて、 ユーゴスラビア領であった地域はユーゴスラビア領へと服した。数字国の敗北に伴ってバチュカに住むドイツ人の多くがドイツ軍と共に地域脱出した。ドイツ人のうちごく一部、女性や子供、老人を中心とする数千人がその後もバチュカに泊まったが彼らは収容所に送られ栄養失調や病気によって多くが死亡した。終戦後、 ユーゴスラビアパルチザンの人員がこの地に住む、ドイツ人やハンガリー人、セルビア人の一部、合わせて数万人を殺害している。パルチザンによる殺害の被害者数の推計は、ドイツ人が1万7千人から5万6千人、ハンガリー人が4千人から4万人、セルビア人が2万3千人から2万4千人などとなっている。スレム、スリーエム東部、 バナト西部、マチュバ、北部とユーゴスラビア両バチュカは、1945年に設置されたボイボディナ実習の一部となった。1992年にユーゴスラビア社会主義連邦共和国が崩壊すると、ボイボディナはユーゴスラビア連邦共和国の一部となり、2003年よりセルビア・モンテネグロ、2006年には連邦を解消して、 独立国となったセルビア共和国の一部となっている。セルビア領バチュカは以下の軍に分けられる。スレムスキカルロブツシ、ペトロバラディンク、ベオチン氏及びバチュカ・パランカ氏の南部は南バチュカ軍に含まれるが、ドナウ川より西にあるため地理的にはスレム地方に含まれる。また、アダ氏、センタ氏、カニジャ氏は地理的にはバチュカ地方に含まれるが、 行政的には北バナト軍に属する。セルビア領バーチュカには、以下のような町がある。人口は2009年のもの。ハンガリー領バーチュカの大部分はバーチキシュクン県に含まれるが、一部はバラニア県に含まれる。ハンガリー領バーチュカには、以下の自治体が含まれる。ハンガリー領バーチュカの一部は、キシュクンハラシュ自治体及び、モハアチ自治体にも含まれるが、 これらの自治体の主要部はバーチュカの外にある。ハンガリー領バーチュカの主要都市は以下の通りである。2002年のセルビアの国勢調査によると、セルビア領バーチュカの人口は1022,524人であり、その民族別の内訳は以下の通りである。2001年のハンガリーの国勢調査によると、ハンガリー領バーチュカの人口、バヤイ、バーチャル回し、 ヤーノシュハルマイの各自治体の人口計は113,432万人である。ただし、ハンガリー領バーチュカの一部は3自治体以外にも及んでおり、その値は含まれていない。ハンガリー領バーチュカの住民の大部分は民族的にはマジャル人、ハンガリー人である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。